どうもシュリーです。お願いします。というわけで、本日は佐山信也さん取材ということで引き続きやっていくんですけども、1年生シリーズということで、1年生22人入ったということなので、どういう練習をしてるか、そしてインタビューができればね、なぜこのチームを選んだかっていうのも聞いていきたいと思います。 GO。 そうすれば1人1回言ったらね、1回いろんなこと知ってるし、はい、おしま頭突っ込むな。はい、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 ちょっとボイトだ、ボイトだ、当たってなかった、飛んでねえだろ。そう、それで同じように返してから、バットも返してから、はい、OKOKOK、 今度足をぶつかるの決め、そう、ピタッと止まって決め、決め、こんにちは、こんにちは、はい、お名前を元気な声で。はい、中山隼人です。はい、隼人くん、はい、はい、お願いします。お願いします。隼人くんは、はい、どうしてこのチームに入ったの、入ろうと思ったの。一回体験に来た時にすごく楽しそうなチームだなって思ってここ決めました。小学校の時どこやってたの。ファーストとピッチャーです。ファーストとピッチャー、じゃあ、はい、中学校でもファーストとピッチャーやりたい。はい。おー、どんな選手になりたいですか。いっぱいヒットが打てるような。ヒットでいいの。ホームランも打ちたいです。はい、オッケー。そう言ってもらった方がね。はい、はい、じゃあね、ホームランバッターになれるように、はい、3年間頑張って練習しててください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう、はい、ありがとうございます。宮本周一です。周一くん、はい、お願いします。お願いします。周一くんはどうしてこのチームに入ろうと思う。最初体験来た時、うん、すごい設備も整ってて、うん、先輩たちも優しくしてくれたので入りたいなって思いました。おー、もう設備ではね、本当にすごいもんね。ブルペンも何個もあって、もうグラウンドもめちゃくちゃ広いし。小学校の時はどこ守ってましたか。小学校の時はショートとピッチャーやってました。うん、中学校でもショートとピッチャーやりたい、それとも別なところ挑戦したい。そう、背があんまり高くないのでセカンドとかそういうところを挑戦したいです。はいはい、なるほどね。新たな挑戦をしたいと、はい、なるほど、なるほど、はい、じゃあどういう選手になっていきたいですか。すごい小技が上手くて、うんうん、足の速い守備の上手い選手になりたいです。職人系なね、はい、選手に。もう塁に出たら嫌だよとか、守ってたら絶対ピッチャーから信頼されるような選手って言って。なるほど、なるほど。じゃあね、たくさん練習して、はい、そういった選手になれるように頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあお名前を元気な声でお願いします。名前は橋本幸喜です。幸喜くん、はい、何やらちょっと翔平さんと関わりがあるようで。はい、昔なんか遊んだことがあったり、お父さんと会社が一緒でなんかよくなんか野球の話してくれます。昼休みに食堂で息子が翔平 TV めっちゃ見てるよとは本当かよっつって、絶対見てねえだろ、いや見てる見てるみたいな。見てますよ。見てるらしい、本当、うん、見てるらしい。
よかったっす、ね、ありがとう。登録してます。登録します。ありがとうございます。どうしてこのチームに入ろうと思ったの？先輩が優しかったり、うん、あの自分に合った環境とか自分に合ったレベルのうまさだったのでここに入りました。はいはいはい。やっぱ先輩優しいっていうのがかなり大きいよね。はい。じゃあちなみになんだけど、野球っていつから始めた？はい、実はちょっと恥ずかしいんですけど6年生の。じゃあまだ1年ちょっとか。1年ちょっと経ったぐらい。はい。それですごいね、硬式中学でやろうって思った。じゃあなんで硬式にしようと思った？軟式はなんて言うんだろう、なんか自分軟式に軟式合わなかったんですけど、体験この前10月くらいに行った時に硬式結構あったんで硬式にしました。なるほどね。中学校3年間でどのような選手になりたいですか？打撃を中心になんかうまくなって、なんか強い高校に入れるような選手になりたいです。なるほどね。じゃあ打撃やっぱ飛距離、それともヒット数、どっち？いや、できれば両方にしたいです。ああ、なるほど。率も残せてホームランも打てて。はい。なるほどなるほど。じゃあね、そういったバッティングの選手になれるように頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。宮本ルシャバンド。はい、こんにちは。こんにちは。元気な声でお名前をお願いします。市川ひろとです。ひろとくん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ひろとくんはどうしてこのチームに入ろうと思いましたか？まずお兄ちゃんがいるのと、うん、まあ、元気が良くて先輩たちがみんな優しかったから入りました。なるほどね。先輩たちもやっぱすごい守っててもね、声出てるし打っててもね、選手同士で話してるようなのを見受けられたので、はい、やっぱりすごい風通しのいいチームだなっていうのは僕らも今カメラ回せて感じてる。いいチームですね、はい、なるほど。ちなみにお兄ちゃんは何年生？あ、もう3年生です。3年生、はい、いいね、兄弟で同じチーム。野球を始めたきっかけもお兄ちゃんと？まあお兄ちゃんじゃなくて、あ、まあ、自分でやりたいと思って。 お父さんが野球やってたから。なるほどなるほど。ちっちゃい頃からやってました。あー、いいねいいね。小学校の時はどこ守ったんですか？ファーストとか、まあ、最後の方はレフトとかやってました、うんうん、中学校ではどこやりたい？ファーストやりたいです。ファーストやりたい。 OK です。じゃあどんな選手になりたいですか？声が出てて、うん、もうすごい打球打つような、まあ盛り上げもできるし、はい、プレーとしてもバッティングで引っ張っていきたいと、はい、なるほど。じゃあね、そういう選手になれるように頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。じゃあ元気な声でお名前お願いします。名前は望月瑠衣です。瑠衣くん、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ルイ君はなんでこのチームに入ろうと思いましたか？とても広いグラウンドとチームの、うん、雰囲気が良かったからです。やっぱね、グラウンド広いとね、駆け回れるしたくさんね、いい練習もできるので本当に広いよね。はい。少年野球ではどこ守ってました？ファーストとピッチャーです。ファーストとピッチャー、ピッチャーやりたい？中学校でも。はい、やりたいです。おー、どんなピッチャーになりたい？打ち取ってアウトを取れるような、流れが作れるようなピッチャーになりたいです。三振奪うピッチャーか、打たせて取るとか。打たせて取る。技で。はい。技で打たせて取るにはたくさん頭も使わなきゃいけない。ぜひ、ね、野球を覚えて、3年間の野球を覚えてもらって、いいピッチャーになれるように頑張ってください。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。はい、元気な声でお名前お願いします。三好コノトです。コノト君、はい、よろしくお願いします。コノト君はどうしてこのチームに入ろうと思いましたか？先輩たちが上手くて、でその先輩たちにいろいろ技術を教えてもらいたいなと思ったからです。うん、体験来て感じたって感じだね。はい、体験。なるほどね。小学校の時は少年野球やってたもんだけど、どこのポジション守ってましたか？ショート守ってました。ショートか、いいね、かっこいいでしょ。はい。じゃあ中学校でもショート。はい。やりたい。はい。もう一本。ショート以外はやりたくないと。はい。おお、いいね、その気持ち。じゃあどんな選手になりたいですか？打球が来てもうまくさばけて、で、うん、そしてみんなから信頼されるようなショートになりたいなと。おー、じゃあもう守備の人っていう選手になりたい。はい。バッティングもいいの？バッティングも打ちたいでしょ。バッティングは、まあ、タンダーで目指そうかな。はいはいはい。じゃあもうコツコツ塁に出てヒット打ってたくさん打ってみたいな感じで。はい。オッケーです。じゃあね、そういった講座聞くようなコツをやっていけるような選手になれるように頑張っていってください。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。練習始まるまでしかできないかな。あ、盛り上がりがねえぞ。はい。おお、女子高生みたいなこと。JK JK。